の4戦ぐらいは画面端から逃げることだけを第一に考えすぎてる。だから台形とかに落とされてるんだけど、逆に逃げると回しておいて台形空振らして遅らせしゃがみ中パンチ首折りとかで逆に有利取ったりとかで、そもそもね画面端でずっとガードしてても食らうのは台形とか中形ガードしてもダメージゼロじゃん。でダブにガードしたってダメージはビビたるもんだから、ちょっと相手を見てみるフレームとか余裕も少しは大事だと思う。投げ前じゃなければね、崩せないんだから、手が中断ないんだから、あの距離で画面端のこの距離分かる、ダブニーの後の距離とかは、それがベガのまあ弱点でもあり、あれだけどね、画面端の前はそれでも強かったんだけど、あれグラップできてないというそのさ、もう中段からのセットプレーがもう飽き飽きなんだけど、分からせよマジで、同じことバーショったら。おお、振り向きすげえな。あ、受け止めたよかった。次は受け止めれんだろうな、これ。うわー、ミスターコンボ。ちょっとこすってた。めっちゃこすってた。こするんか、あやお。この方リスナーさん、うん、忙しい、ファミのゴア最速大最高ですか、好き、はい、うわぁ、そら誘われるわ、ミスったわっけのかな、どうしよっかな、満タンな、ああ、ま、毎回同じ選択肢で読み合いにならんねんけども、毎回同じじゃないですかそれ毎回それは投げだし、昇竜セビキャン前捨ての後は、はあ、まあいいや、もう同じことするなら同じことすればいいんだけど、俺が疲れただけだな。ダルシム2個目入手してきたよ、Pもう絶対分からしてあるけんな、もうそれが強いんだったらマジで、手癖とかって本当になくさんと上がれんよ、そっから。大昇竜セビキャン矢印、もうええよ、あやお、もうえ、次から分からすけえ、同じことしかないんで100回でも勝ってやるわ。そして 曲が止まってしまっているという、おお、よくよけた、バックステって怖いんだけどな、うわ痛い、ちょっとあ、打ってくる、よく投げてたな、勝利かと思った、いい、懐かしい曲、あやぽん懐かしいですね、勝利、このアニメ面白かったっつー、いそじカウボーイビバップでしょ、僕ね、これアニメの方は知らないんですよ、アニメの方はっていうか、アニメはちょっと原作知らなくて、ただ友達がわコツです、キュートしたのえ可愛いですね、ありがとうマギさん、可愛いでしょ、このラブリーでしょ、何か一言言うつってラブリーでしょ、このあの、なんとかな、このアニメは知らやってるのは知ってたんだけど見たことはなくて、多分塾かなんかの時間だったんだよね、これやってる時で見れなかったんだけど、なんか友達がサントラの CD を買ってて、ちょいいからこれ聞いてみてくださいみたいに言われて、後輩だったかな、後輩だな、うん、格ゲー仲間ので、借りて家で CD 聞いてた、これ
何これみたいな、こんな曲流れるのアニメでみたいな、結構びっくりでしたね。ラブリーです。そうラブリーだよね、ラブリーめっちゃラブリー。これ菅野陽子はガチ、ホセヨシ。菅野陽子はガチらしいわ。あーこれ、うん、菅野陽子さんだよね、確かに、ね、教えてもらった。スペースオーケストラ、カウボーイビバップ。それもパターンでしょ、その2位は分からせよ。これどうなるんだ、当たるんかな。お、当たった、新しいな。あ、見てからじゃないだろうから別に当たってもいいけどさ。新しい、ゲージ使ってくれる。ラグった、スペースオーケストラなんですよ、ラグった。ダブルあやお、聞き覚えのある小手半名が。ミスった、だよね。ん、聞き覚えのある小手半、ホセヨシさんでしょ、ラウル・クルデさん、ホセヨシさんでしょですね。